新マスターハンターです。ちょっとあんた。はい。今日の宿代払っておくれよ。手持ちがないとか言わないよね。いや。ん？毎度。おはよう、リョウ。おはよう。よく眠れた？ああ、シェンファは？うん、私も。そうか、よかった。俺は出かけてくる。ええ、気をつけて。ああ。アルバイト？お、フォークリフトのバイト。トクリンさん？トクリンさんじゃないですか。ん？なんだおめえ。リョウですよ。ワンチャイで一緒に荷物運びのバイトした。ワンチャイ？おめえ弟の知り合いなのか。俺はコウ特製トクリンの兄だ。トクリンさんのお兄さん？ガキの頃からそっくりでよ、よく間違われるんだ。だけどよく見ると違うだろう。目元とか。俺の方がずっといい男だろう。そうですね。まあこれも何かの縁だ。困ったことがあれば遠慮すんな。何でも相談に乗るぜ。ありがとうございます。少しやっていくか。なるほどな。
満金堂、遊戯場か。木札があれば何でも来い。木札を集めて楽しい景品。何かお困りですか？観光でしたらお任せを。私は長武観光の案内をしているものです。いや、俺は申し遅れました。私、呉秀明。長武はいいところですよ。見どころ、食べどころ、遊びどころ、何でもございます。そうですか。長武を知り尽くした私、呉秀明に何なりとお申し付けください。はあ。ああ、兄さん、その腕っぷし生かしてみないか。え？働きてんだろ。荷運びのバイトなら年がら年中募集してるぜ。いや、俺は。て、用がねえなら来んじゃねえよ。日当も悪くないと思うけどな。よそのことは知らねえけど。はあ。うす、ご苦労ご苦労。おい。ふん、じゃあな。ここは通れないみたいだな。あなた観光客でしょ。ねえねえ、見てってよ。珍しい植物、いろいろあるよ。いや、俺は今は季節が良くないからここにあるだけなんだけど、
よそじゃ見られないものもあるから損はさせないよ。そうですか。気に入ったのあった？よそじゃ見られないものもあるから損はさせないよ。失礼ですが、文さんですか？ああ、そうだ。聞きたいことが。そんなことより、ちょっと手伝ってもらえんか。後でいくらでも聞いてやるから。ああ。アヒルが隠れてしまってな。とりあえず10匹捕まえてくれんか。え？わしは他のところを狙うから、あんたはあの辺を頼む。やるしかないか。あんたもやるもんだ。どこかでアヒルといでもやってたのか？いえ、ニワトリなら少し。ニワトリ？変わったやつもいるもんだ。ところで、聞きたいことってなんだ？店の人に、ブンさんがレッドスネークの連中を見かけたって聞いたんですが。
レッドスネーク？おいおい、物騒な話は勘弁してくれよ。何か知ってるんですか？最近新天地で見かけるんだよ。新天地？あの辺の遊戯場に出入りしてるみたいだな。遊戯場？もういいかい？俺も忙しいんでな。はい。おっと、それから今日のダチンだ、だったきな。アルバイトしたかったらいつでも大歓迎だ。ありがとうございました。すみません。お探し物かな？新天地はどっちですか？新天地への抜け道ならまだ完成しておらんぞ。屋台街から回っていきなさい。わかりました。ありがとうございます。
すみません。いらっしゃい。お探しは仏具？仏像？いい男にはうんと勉強するわよ。新天地はどっちですか？新天地はダメ。あんなの勝負じゃないね。ちょっと小切れかもしれないけど、仏具屋がなくちゃ話にならないよ。はあ。行って後悔するのも旅の思い出になるけどね。新天地は名店街の先の方だよ。わかりました。ありがとうございます。やってみるか。やめておこう。すみません。いらっしゃい。小腹が空いたら天津だよ。新天地はどこですか？新天地かい？新天地なら名店街の上にあるよ。名店街を上がっていくとゲームセンターがあるだろう。新天地はその向かいだよ。ありがとうございます。すみません。いらっしゃい。まんまるおいしい月餅だよ。兄さん、お一つどうだい？新天地はどこですか？新天地？新天地なら名店街の上にあるよ。名店街を上がっていくとゲームセンターがあるだろう。新天地はその向かいだよ。ありがとうございます。すみません。ん？ああ、君は。え？長武旅社で見かけたな。そうだろ？ええ。いいよな、あんな可愛い彼女連れでさ。いえ、そんなんじゃ。すみません。ああ、どうも。あなたも旅行ですか？ああ、私はね、世界中を旅して回ってるんだよ。そうなんですか。中国は初めてだけど、桂林の風景は素晴らしいね。ええ、そうですね。それにこの街もいい。特に女性が。女の人ですか？右を見ても左を見ても美女ばかりだ。そう思わないか？はあ。まあ、旅社のフロントのマダムは別だけどな。すみません。どうも、その節は大変お世話になりました。また何かあったんですか？いえ、ちょっと。新天地はどっちですか？この通りの上の方ですけど。そうですか。
ちょっといいかな。何？新天地はどっちかな。この先よ。わかった、ありがとう。新天地、ここがそうか。すみません。いらっしゃい、木人喫茶へようこそ。レッドスネークの連中を見ませんでしたか？レッドスネーク？ああ、あの疫病神たちか。何かあったんですか？この前、あいつらのせいで大変だったんだよ。酔った勢いってやつかな。突然店の中で暴れ出して、木人を倒すわ、テーブルはひっくり返すわの大騒ぎだ。あの時巨さんがいなかったらどうなっていたことか。巨さん、6号館で剣法を教えている人だよ。レッドスネークたちをあっという間にやっつけたんだ。いい気味だったぜ。蛇だけに手も足も出ないって感じでな。巨さん、6号館。すいません。ん？あ、久しぶり。え？あれ、違った？ええ。ああ、わかった、あなた屋台のソーセージ屋でしょ？あの、違います、俺は。あれ？でもどっかで会ったよね。あ、もしかして鵜飼いの漁師さん？全然違います。すいません。ああ、こんにちは、焼き鳥屋さん。え、焼き鳥？あれ、違った？じゃあ、照明屋さんね、階段の前の。いえ、違います。待って、思い出す、思い出すから。ああ、わかった、武術店の店員さんだ、そうでしょ？違います。あれ？いろいろ揃えてますよ。生薬セットの買い取りもやってますからね。生薬のセットをお持ちでしたら、うちで買い取りますよ。これなら強い薬作れます。こういうのがあったらまた売りに来てくださいね。いろいろ揃えてますよ。生薬セットの買い取りもやってますからね。
これすっごく効きますよ。すみません。どうぞ。絶輪漢方です。6号館はどっちですか？ご用意できますけど、心臓に悪いですよ。え？6号館へ行きたいんです。え？やだ、てっきりお薬のことかと。いや、その私はただの店番で。はあ。すみません。どうぞゆっくり見てっとくれ。聞きたいことが。6号館はどっちですか？もうちょっと先だよ。この先の花咲通りの方さ。わかりました。ありがとうございます。すみません。なんだい？6号館はこちらですか？そうだよ。許さんに会いたいんです。許さん？そういや今日は来てないね。そうですか。明日また出直しな。わかりました。ありがとうございます。やってみるか。やめておこう。すいません。いらっしゃいませ。あの、花咲寺のお土産見てってくださいね。開運祈願のお土産はいかがですか？はあ。お守りはいかがですか？ご利益があると評判ですよ。花咲寺のお土産でしたらこちらでお求めください。そうですか。花咲寺のお土産でしたらこちらでお求めください。それ人気なんですよ。
すみません。あいよ。あの、空いてるとこどこでもいいからお座り。レッドスネークのせいで変な噂が立って、この通りガラガラだよ。そうですか。でもあんたならどこだって落ち着いて食事できそうだね。まあゆっくりしてってよ。はあ。お悩みにぴったりのお薬取り揃えてますよ。あと生薬の買い取りもやってますからね。生薬をセットでお持ちでしたら買い取りますよ。助かります。ぜひまた売りに来てくださいね。大歓迎ですから。
すみません。はいはい、流行の服なら当店にお任せね。はい、毎度あり。すみません。お兄さんって彼女いるの？え？いないなら私と付き合ってみない？いや、俺は。遠慮なんかしなくていいのよ。気が変わったらいつでも来てね。すみません。カジュアルからフォーマルまで靴のことなら当店にお任せを。また来てくれ。すみません。鍛錬ですな。木人で功夫を積むもよし、三打で技を磨くもよし、試合で自分の力を試すこともできますぞ。さてどうしますかな。三打ですか。それならちょうど良い相手がおりますよ。赤狼という修行者です。さあ、励んでください。Hey!
続けてサンダをやりますか。またいつでもどうぞ。しっかり食べておかないと力が出ないな。シェンファー、リョウ、何か分かった？レッドスネークを追い払った拳法家がいるそうだ。拳法家？ああ、6号館という道場にいるらしい。行って話を聞いてくるよ。うん。シェンファーはどこを調べるんだ？六角通り、お堂に行ってみる。そうか。リョウが会った巫女さんに私も会ってくる。ああ、シリンか。シリンっていう人なのね。わかった。リョウ、先に部屋に戻るね。ああ。ちょっといいですか？なんだい、観光かい？それともグルメってやつかい？え？いえ、俺は。悪いんだけど、私案内が苦手でね。町のことを聞きたかったら、鳩バカ名店街にでも行っとくれ。そうですか、わかりました。
何か食べないとな。シェンファー、町に出るときは気をつけろ。レッドスネークの連中は女の人やお年寄りのやっている店を脅している。卑怯な奴らだ。レッドスネークに気をつけるんだ。私なら大丈夫。ありがとう、リョウ。